はい、タンタンです。こちらコリングスの、O3、の HRA という、こちら O シリーズの、中でも、上位グレードの O3 ですね。の、備品ユーズドでございます。すごいグレードが非常に高いと思いますよ。こちらトップが、通常仕様からアディロンダックスプルース、トップになってまして、サイドバックも非常にこう木目もいいですね。ホンジュラスローズウッド、希少材をふんだんに使った、かなりおそらく当時高額な商品だっただろうなと思われますけれども、備品ユーズドとして入荷してまいりました。スタイルとしてはシングルオーの、小ぶりなサイズ感なんですけども、そちらの、コリングスで O3 なんで、アバロンのロゼッタは綺麗ですね。そんな感じでございまして。で、こういう感じのネック側はこんな感じですね。ゴールドパーツになります。若干ボタンのところは、ゴールド取れているところもありますけども、そこまで問題はないでしょう。こんな感じの現状でございます。いろいろ調べたら2013年頃の個体らしいので、まだまだ新しいものではありますけれども、若干やっぱりトップなんかもね、ほんのちょっとこう経年変化で、雨色になってるのかなとは思いますけれども、打痕とか、引き傷なんかも、光に当てるとちょろっと見えたりするんですけども、本当に薄いものばかりでございますので、かなり綺麗な状態かなという現状でございます。で、後付けでピックアップ LR バッグの、エレメントの VTC ですね、搭載されておりますので、サウンドホールでここにトーンとボリュームのノブが、ついてますので、気軽に録音ライブできるかなと思います。ボリューム上げています。Thank you.
感じのサウンドになりまして、このサイズ感なんですけども、すごいこうふくよかな鳴りを感じますね。サイズ以上によくなってくれる音圧のあるサウンドっていうんですかね、とっても感じますね。深い音色です。どうしてもこうちっちゃいボディのものっていうとやっぱりこうね、音がちょっと軽くなり気味なんですけども、やっぱりその辺がさすがコリングスということで、非常に厚みのあるサウンドを楽しむことができる。プラスしてザイのこのセレクトの個体でございますので、とんでもなくこう粒立ちのいいサウンドが楽しめるし、ツヤのあるサウンドが楽しめる、この小ぶりなサイズながら楽しめるっていうのが一番魅力かなと思います。プラスしてピックアップもついてますんで、そのまま使いやすい現状かなと思います。で、一応ユーズド品になりますので、ちっちゃな小傷はありますけれども、あとは、ネックコンディションなんかすごい状態はいいので、原稿もかなり低くって、弾きやすい、今の状態になってますんで、ぜひ、気になっている方はシングルを、小さいものを探していた方、ね、新品だとかなり3桁いってしまうと思いますけれども、ユーズドとしてお買い得価格にて出させていただいておりますので、ぜひお早めにお問い合わせの方をお待ちしております。そんな感じでこちら、コリングスの O3HRA でございます。お問い合わせ待ちしてます。タンタンでした。